銀行か、マーです。のーでお願いしす。ます。お始願まりいましした。マンデーライブ、楽しい楽しいマンデーライブでございますよー。ね。いやいやいや、先生、毎日楽しいですね。ありがとうご楽ざしいいます。いね。や、サッカーのある毎日、そしてね、ご飯を食べる毎日ね。なんですか？あったかい風に渡る毎日。ね。いろんなことはありますが、人生いろいろありますが、サッカーがあれば、なんとなく、調子合ってる感じでいいじゃないっていうことでございますね。勝ち負けとか、まあ、いろいろありますけども、これはね。いやいや、言っていきましょうっていうことでございますいきよましね。ょう。今日もどうぞよ今ろ日しもくお願いいたね、いします。やいや、言える喜びでございますということですね。ありがとうごあざりいがまとうす。ございます。いや、何ですか？今、最新ニュースということでね、まあ、いろいろありましたね、週いろいろあった末。月曜日でねなんか今日これを話さなきゃみたいなことってあるの？これ、サッカー界で言うと。ー。やっぱり南野くんじゃないですか？南君どうしたんですか？2ゴール1アシストうです。わー、マジで？ マジやっで。たぜ、やった。ほら、見たことか。ねえ、前の監督、モナコのなんか知らんけどね。いや、まそず監う。督変わったら全へえ、す然違いごい。まリすバね。プール行こう、リバプール。ねえ。いや、すばらしい。それは後で見たいですね、モナコ。そうなのよへえ。はい、ね。皆さん、今日もよろしくお願いします。ビコペッどうチぞよさん、ろしくマーお願いしさん、ま栃木勝利おめでとうございます。きしょう、あ、長崎、ありがとうございます。危うくファン祭りになるところでしたけどもね。最初はいやー、栃木ね。市のあの逆転勝ち。ね。い嬉しかっやー、たすでごい。すね、栃木出身としてねはね。ありえ。がとうございます。おめでとうございます、そ栃木。んな中くれるんですか？そんな悔しさのありが中。とうございます。長崎からいただきました。ありがとうございます。はい。今日は起きてる。今日起きてますよ。ありがとうございます。なんならちょっと早すぎるぐらいに先生連絡してますから、今日はね。30分前だったわ。もっとギリギリなんですけど、いつもね。今日はもう本当にやってますよっていうことをね、しっかりありがとうご言いたいと思いまして、そうですよ。ね。ってことでやー、ですね。J1 も語りたいし、いっぱいありますよ。そうね。J2 も J3 もね、ありあまるすよ。ね。なので今日も順位表を持ってまいりましたありのがとうごで、ざいぜひまよろす。しくお願いいたはしい、ま皆さんもす。コメントバシバシ入れていただいてということでね。はい。自由に喋ってまいりましょうね。お願いいたまさしかま今日飲んでないす。よね。飲みませんよ。あ、これで飲んだ。この間別に一人で飲んでたわけで、二人で飲めいいってもんじゃないんだけどね。いろいろな付き合いがあるんです。大人ですからね。これ、ごめんなさい。そうですじね。ゃあ、そう、せっかくビビコビッチさんが最初にね、お仕事もいただいたってところがあるので、J2 の順位表からちょっおとー、あ見りてがいたとうだごこうざかないと思まいます。す。動きはありましたでしょうかということですよ。まあ、これはまずやっぱあれじゃないですか。まあ、その栃木ですね。栃木、長崎のところで栃木が勝ったので、あ、だいぶ順位分かっが結た。構上に上がりま本した当ね。だ。まあ、ここ拮抗してるからね。そうっもうす一進一ね。退ですからね、これね。うん。大で、そ宮をの、除けば一番下か一番上までだって5しかないんだから。いや、ただね、まあさ、あただその大宮が、この週末はちょっと仙台に敗れてしまったんですけど、直近6試合で負けたの1個だけなんですよ。そう、大宮もすごい勢いで追ってきてるんですよ、これ。そうなんあでのね、すよ。ペース的に言うとね、最終順位、千葉か秋田ぐらいまで来ますよ、大宮。おわおでございます。このペースでいくおと。わおでございますね。そうなのよ、ちょっと話は変勢わっいて来くるてかもましすれない。よ、これはどうなる。ただ、町、セッパ、バーチ、清水町打線ね。でしょうね。これは歴史に残る熱戦と言いますか。あれは清ね。水サポマ、町田サポ、そうですけどね、盛り上がったでしょうね。ちょっと今年一の激戦。まあいね、やー、両絵チー力ムととか、も国立やってきたチームではあるね。けれども、 This is! This is! って2回言ってましたよ。言ってたね。ためまくってた This わ。is football! って言ってましたね。ここで出なくていつ出るかってことですもんね。そうだいやー、ね。秋葉監督もご満悦でございましたしね。素晴らしかったですいね、や、清水バラね。シーでございましたね。3回言ったって。3回だね。2個ための3回目だっ2た個ね。ための3回ですか。すごいことですごね。かったわ。あとは、ただまあ、そのね、試合に関してとかってところもあるんだけど、まあ、ちょっと、ただ両チームともね、まさに痛みを負ってしまったところがあっ痛て、みを負ってしまった。おお、マジ清水さん。実はね、怪我？怪我？まあ、エリキさんが怪我したのはまあ、あるんですけど、まあ、エリキがまずそもそも次、出場停止になったんですよ。で、あと、清水は乾さんが2試合出場停止になりまして、ああ、そう。
だからここで勝ったとかの勝ち点もあるんだけども、ちょっと次の試合とその次の試合ってところがよりまた重要になったかなって。深手を負うぐらいのね、激しい組み合いだったわけですね。こういうことですね。あのシュートなんていうのは本当気持ちで押し込んだようなね、ファンが増えちゃいますよ、あんなもんは。でしょうね。さすがですね。いやー、すごかった、本当ね。This is! って言った時も、出たって言ってましたもんね、横でね。This is! 出た訂正するとついに出たって言ってたもんね、犬さんが奥で。子供っぽい。犬さんね、リアルで早く聞きたかったらしいですね。子供っぽいってあの人ね。TikTok とかで何回も見てたらしいですね。そうですか。そうそう。出たって言ってましたもんね。かわいいよねー。清水の皆さん、本当おめでとうございます。コメントもたくさんいただいてありがとうございます。そして、スパちゃんもね、はい、スパちゃんは絶対読ませていただきます。ちょっとお待ちくださいね。タイミングで読んでいきたいと思います。うんということですけど、山形の話題、直丸モンテサポさん、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。6位にやっと入れましたということで。おめでとうございます。まあ、ただですね、ここちょっと難しいんですよね、まさにね。はいはい。6位、山形47、7位、長崎47、8位、群馬47、9位、甲府47。ああ。なんと勝ち点47で6位に4チーム並んじゃいました。47ers が多いですね。そうです。でしかもあの群馬がですね、はい、あの今回、まあ、昨日ですよね、あの金沢戦が前半31分で途中中断になってしまったんですよ。ああ、そっか、そうだ。だから実質1試合少ないので、はい、うん、だ1試合平均勝ち点で言うんだったら群馬の方が上になっちゃうってところがあるから、まあ今のところ山形、長崎、群馬、甲府、この4チームからどこが1チームプレーオフ圏に入っていくのかっていうところがちょっと今ね、まあ、最新の見どころオブ見どころなんじゃないかなと思いますね。見どころオブだね、本当だね。6位の争いがこれは激しいな。だいぶやばいっすね。これは最後まで面白いぞ。でもこういう6位争いを制したチームって大体ファイナルまで行くんだよね。そうなんだよね。ね、山形なんて今勢いあるわけだから、これが最後の最終盤もずっと続くようであればプレーを制しそうな感じもあるよね。テンションが続くっていうんですか、なんですかね、あれ一発勝負ですからね。ほれございましたね。ねえ、ほれございましたね。はい、稲村さんありがとうございます。そういうことですね。はい、遠くを指すときはざっといつザットイズフットボール。This is でいいんでしょ、だから。This is でいいんでしょ遠くの時は言わないでしょ、だからね、会社長さんね。ありがとうございますね。スパチじゃなくても読みますからね。ありがとうございますね。ありがとうございます。そして、赤役はさん、ありがとうございます。いつも。ありがとうございます。列は名古屋に勝って J1 の話題ですね。列は名古屋に勝って優勝争いに首の皮一枚つながりました。鑑定は、リーグ640分、出場で5点。単純計算7試合5ゴールやっとフィットしてきました。カンテすごいね。ここ数日モデスト取るんじゃないかとか若干噂になっていますが、さあどうなりますかね。明日は ACL プレーオフ、必ず勝って ACL 連覇目指すぞってこと。そうか、いやホセカンテがやばいですね。いやほんとそうなんですよね。すごいシュートでしたね、あれね。うん、あれどうやってあれあれでしょ、あのエポック社なの針金回してくるっていうシュートでしょ、あれ話してあるよね、貯めてくるっていうね。あるんだよなぁ。あー、すごかったですね。で、なんか喋ったらね、いいやつですね。なんかクレバーなやつですね。なんかこう、そうなんだよね。見ましたけどね。そうなんだ。あれすごかったなぁ。ACL プレーオフは始まるんですね。明日です、マーさん。明日。明日のこの時間にはもう終わってます。もう優勝したチームぐらい入れてあげたいのにね。本当だね。ねえ、なんでプレーオフからやらないかんねんということですね。そうなんだよな。どこにサイスター？サイスターです。なんか香港かどっかのチームに。ACL プレーオフもホームアウェイ。いや、一発です。あ、来てくれんの？はい。わざわざ。まあよほどなことがない限りは、ね、それ勝てば決まりですか。勝てば決まり。ああ、じゃあ決めちゃいましょう。パシンと言っちゃいましょう、これはね。まあだから今赤悪魔さんからもいただきましたけど、一応浦和レッズ一応優勝の可能性ってまだ残ってるなっていう状態のね、データのところまで来たんですけど、はいはい、1.41 でございます。はい、ただまあマリノスも浦和もあと川崎もそうですけど、まあ、ぶっちゃけこれからですからね。これから、はい、あのやっぱ ACL グループステージとリーグ戦を並行していくっていうことをこれからやらなきゃいけないので、そうなんですよね。うん、本番はここからですね。まあでも大迫さんもすごいね、今決めてたね、安定感といいますか。
やっぱり神戸の日本人勢がこう元日本代表たちが J リーグを優勝させるっていうのはやっぱ見たいですよね。そうですね。あ、見たいって言った他に怒られちゃいますけどね。それ美しい、まあ、でも美しいですよね。ちょうど今マーさんが大迫って言ってくれたのでいいんですけど、まさにモデストって知ってる？ちょっと赤い悪魔さんがコメントいただいたやつですけど、はい、あの実はあれなんですよ、はい、元あのケルンの選手で、この間まではドルトムントとかにいたんですけど、なんか聞いたことあるような気がしますけど、大迫の元ケルン自体の相方です。あ、トップ2トップみたいなことですか？そう、の実はだの代理人が、はあ、あの浦和のクラブハウスに来まして、ほう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 、はい、だからもしかしたらなモデスト、まあもちろん他の人の可能性もあるんだけど、あるよモデストあるよっっはいこちら、はいチラッとだけネタ見せる、はいこちらだ、はいどうだモデストあるよ気に入らなければ他のもあるよみたいなことですかでもそういうことですね。まあただあの年齢的に言うと吉田麻也と同じ世代、88年生まれなので、まあどれぐらいになるかわからないけど、なかなかベテランでいらっしゃる。そうですね、はい、っていう感じで、まあ、ICL に向けてはね何人でも欲しいでしょうねこれね。そうだね、なるほどですね。くつさんありがとうございます。三月あまりの辛いリリースにたさぽだけど泣きました。あ、怪我しちゃったんですか？はい、斉藤美月さん。そうなんです、あのですね、もしかしたらサッカー史上最長ぐらいの怪我の量の長さで、あのね、なんかいわゆる内側側副靭帯とか前十字とか8、9箇所、うん、一気にだからもう全治が分かんなくて、とりあえず現時点で全治1年はかかるっていうリリースが。そうですか。だから多分一今神戸の選手ですけど湘南から来てるので、でも神戸ではもう試合できないじゃないですか、今年の末、年末までだから。だから神戸と湘南でちょっともしかしたらちょっとメディカルチーム多分結成みたいな感じになるんじゃないかなと思いますね。なるほど、ね、来シーズンに戻ってきたらいい方って感じですね、今のところは。そうですか。ただもう本人からもツイート当ててて、はい、あのこれが今回の怪我がそれこそね、多分深い意味を持ったものになると思うんだ、それをもう感じ取れて前向きにもうできてるから俺は大丈夫みたいなコメントされてたので、素晴らしい、素晴らしいなと思いましたね。応援しております。ね、ありがとうございます。ててたたいね、本当に、うん、はい、そして、はい、おいちゃんさんもありがとうございます。遠藤航リバプール、斉藤瑞稀選手の怪我が1日前く治りますように、リーグつらたんということでね。あ、そうか、そうですね、そうね、おいちゃんありがとうございます。そっか、湘南関係、そうだね、あ、湘南の話題ってことだもんねこれね。そうですね。あ、そっかそっかそっか。遠藤航はリバプール行ったのはまあいいとして、ただ瑞稀の怪我があったことと、そうですね、あとは今回ね、頑張り破れてしまったってところがありましたからね、まだ再開だというところですよ、コメントいただきました、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いろいろありますね。でもね、ありましたね、いろんなことが。ダナモアキノさんありがとうございます。 from オーストラリア、オーストラリアドル5ドルというのはね、日本円にして8億円でございます。ありがとうございます、先生のグレモル君のコラボのお話のままでしたね。すごいな、先生。でも、予言をしてたんですか、先生は。そうですね。まあ、でも先生が、あのね、ガンバーのね、広島行くパッパさんとね、コラボしたら、ね、ガンバーも浮上しましたしね。やっぱりその何ですか、先生が行くパッパさんじゃないよね、グレモル君と最初にコラボしたらまたね上がっていきましたしね、今回も盛り上がりましたねこれはね。なんですよこれね、たまたまなんでしょうけど、すごいですねこれね。ありがとうございます。そういうことですよ。はい、あの松田がどうやって攻撃するのか守備するのかって話を、それに対して清水はどうやったらいいんだよって話をいろいろさせていただきまして。そうそう、見えてますね、見えてますよね見えたいな、ありがとうございます。そういうことですか。清水の心さえいただいてます。 This is This is This is football ということで、ありがとうございます。初めて英語が全部読めたんじゃないですかね、ありがとうございますL が1個最後足りないぐらい興奮しちゃってるじゃないですかこれね。フットバーそうだね、ございます。バレンタインゆきさんもありがとうございます。初スパチャです。あ、本当ありがとうございます。鹿児島は旧失速で気が重いんです。夏の補強もなく何かポジティブな話題が欲しいですということで、鹿児島、そっか、
そうなんですよ。まだまだまだ上におらっしゃ、おらっしゃるでしょうよ。まあでもだからあれですよね。多分それでも直近6試合で1勝5敗なんですよね。そうだよね。これはちょっと気になるよね。オレンジが目立ってきちゃってるからね、確かに。そうなのいいよ。復帰の選手が多いはずなのにもかかわらずですか？そうですね。うんでもだからちょっとあるのはこれ鹿児島、まあわかんないですけど、はい、あのやっぱりこれ先週のマンデーライブでもちらっと確か言ったような気がしますが、うんうん、あのほら秋田と鹿児島もそうじゃないですか、要はあのスタジアムのあの話でライセンスがどうなるか問題なんですよ。あ、はいはいはい、だもしかしたらこのままだと鹿児島2位以内に入れたとしても、うん、来年 J2 ライセンス取れない可能性が現状まだ残ってる状態なので、だもしかしたらそういうのも現場にはあるのかもしれないし、何かね、わかんないけど。なるほど。まあでもだから、で、明けそんなこと関係なくね、やっぱ、うん、今回松本かなに敗れてしまいましたけれども、もともと松本に負けたことなかったんですよね、鹿児島ね、本当は。いや、だからより悔しかっただろうなってのもあるし。そうですね。まあ、ただ置いてかれた、まさにマーさんおっしゃってくれた通りで、うん、置いてかれてるわけじゃないですからね。そうですね、これ貯金もありますから、うん、チャンスあるところにいるっていう、うん、こっからまだまだいけますからね。チャンスあるところにいるんですから。ただ怪我に復帰していけるから、そろそろまた上がっていけるよ。そうすね、うん、あとはゴン中山さんの沼津もね、勝ちました。沼津はすごいね、感じでね、もう勝った後のリアクションがね、やっぱゴンさんもなんか、うん、はい、勝ちましたね、はいっていう感じでしたよ。なんかね、勝ち川の監督の顔しましたね。いや、もう俺ね、まず中山さんちょっとね、すげえ戦術的な監督だなってなんか改めて思いましたね。あ、そうですか。うん、あのですね、これ見る赤でもちらっと話したことあるんですけど、あの沼津ね、あのパッキングレートっていうデータの数値が高いんですよ。パッキングレート、先生が大学時代やってたバイトですね、工場で。パッキング、違いますっけ、レートどこ行ったんだよ、じゃあ。なんかパッキングレート違う、うん、要は、うん、あのセーフティーなパスとかをこう出して横パスとかするんじゃなくて、はい、あのいわゆる相手の間を通すだとか、うん、通すパス、要は、あ、何人飛び越えたみたいなのをね、そうそう、基準値として大まかに指標化したやつだ、うんうんうん、それがね高いんですよね。八戸って、まあ、もうそうでしたけど、あのバンバンそのいわゆるチャレンジングなことをさせんですよね。さすが中山隊長ですね。だから、うん、あの責任を全部俺が取るみたいな感じなんじゃないかなと思ってて、まあ、あの森優真選手ですか、あのドカンね、うん、あのミドルシュートとか、あれあんな生き生きやってる感じしますよ、タッカー陣がね、そこねえ、うん、そうですか、これはあるなと思いましたね。あとは岐阜が強い、岐阜上がってきましたね、うん、強い。あと沼津の話戻りますけど、八戸のカメラは見やすい、うん、見やすい、ほんとそう、岐阜が強いね、だそこの沼津岐阜のね、あの流れがギュンとよりくある分、その鹿児島とかと今治とか最近ちょっと ね連敗とかでしたから、そこもちょっとあるのかなとも思います、ね、あとはもうさね、大注目の那須大輔さん加入のグルージャ盛岡ね、うん、ってグルージャ盛岡大愛媛ですけども、うん、これも盛り上がったんじゃないですか。盛り上がったって、まず那須結構得点絡みましたからね。そうですよ、だからバックヘッドから PK につなげたプレーでしょ、うん、そう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 、おーや、仕事、さすが仕事しますねー、ねえ、いや、なんかグッとくる試合だったんじゃないですか。そうでしたね、神奈川ダービーは相模原勝ったね、うん、ちょっとスパチャに順次で読んでいきたいと思いますけどね。ありがとうございます。ます、はい、ありがとうございます。はい、流れ切りますが失礼します。杉山 KC でございます。ありがとうございます。三月のリリースに驚きを隠せませんね。で、三月は絶対に諦めず前を向く男です。三月が前を向く限り一サポートとして、サポーターとして俺たちの三月を全力で応援し続けます。バモス三月、応援しております。にゃー、ありがとうございます。ね、はい、そしてウィニングガンバさんでございます。ありがとうございます。ガンバ、ガンバエクスポでしっかり勝利。あ、イベントやつだね。宇佐美のホーム通算900ゴールも見れて、ね、現地観戦5連勝とも最高の土曜日でしたということで。いやー、なるほどなー。あの PK をね、うん、宇佐美に蹴らしたでしょ、監督が。うんうん、あのアラーノさんが持ってたわけですね。うん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 、そしたら、お前じゃアラーノって言ったらしいですよ、監督が。ね、あれすごい、あの見たあの監督、宇佐美の PK 見てなかったシーン、頭抱えて下向いて、横のコーチが入った瞬間、わーっていう歓声で、
コーチと抱き合ったんですよ。これね、多分ね、これ何は武士なんじゃないかなと私思うんですよね。あ、やっぱ宇佐美はこのチームのレジェンドだっていうのは聞いてるわけですよ、知ってるわけですよね。で900ゴール、そしてホーム、そしていまいち調子の上がってこない今シーズンの宇佐美、ここで流れを変えてやろうっていうご指名なんじゃないですか。いやしかし大きな賭け、ここでその責任を負わしてね、外しさせても見なさいよ、これ逆効果ですからっていう意味で下向いてたんじゃないかなって思ったらぐっと苦しいんですよ、あれ。いやそうだ ね、 違かったらごめんなさい、多分そうですね。いやいや、いいシーンだったんじゃないですか、あれ。いやよかった、いいキックでしたよね、宇佐美さんのもね、外しっこないみたいな蹴り方でした、ドーンって。そうだね、何にもひよってない感じの、なんかグッときたね。あとこれでそれこそまさガンバなんですけど、はいはい、勝ち点32になったので、はい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 、もうほぼ残留は確定と思っていただいて、ガンバサポの皆さんいいと思います。 あれだけ苦労してたのにね。あの今季に関してはほら最下位しかいわゆる降格はないじゃないですか、うん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 、で確か歴代 J1 の歴代あ最下位の歴代最高勝ち点って30なんですよ。はい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 、だまあとりあえず30あれは大丈夫なんですよね。はいはいはい、なんでもう今回の試合でガンバが超えたので、うん、残すはもうトスも30足してるので、うん、あとは札幌新潟京都柏横浜市湘南の6チームからのところかということになるのかなと思います。はい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 、なるほどね、はい、ミロアカクリニックのおかげですね。いや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 、そっか、宇佐美くんは試合ごとに良い表情になっていますとか、よかったね、小谷トス監督が指名してくれたら嬉しかったです。あ、なるほどね。てかあれハンドなのみたいなね、そうしたら置いときましょうちょっと一回 ね、 そうね、終わった話ですからね。 VR もついてんすか、もう言ったってしょうがないですよね。そうなんだよな、そんなこと言ったら、あの女子のあのね、中野さんのやつ、あんなの撮るかねえぐらいのね、本当にそうなっちゃいますからね、どうしてもね。優勝できたよ、それだったもん、優勝だよ、そうですよ。スペインおめでとうですけども、日本に 4対0 4-1、負けてるんです、4-0負けてるんですから、日本の優勝ですよこれね。そうなんだよ、ことですよ。ただスペインの6番ちょっと可愛らしかったです ね、 ね、あのセンターフォワードなんかすごいかっこいい女性もいたじゃない、なんかなんだっけ、はい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 、あの人もねトロフィーもらって笑顔になったら可愛らしいなと思ってね、私。おめでとうございます。そうですか、パコックさんありがとうございます。あ、 PK の話で言うと、あの鹿島もね、何ですか、ピトカとユーマが揉めてね、揉めてんのと思ったら、知念に譲りたかったんだってね、ユーマが。いやねえ、ユーマってそういうとこあんのね。すごいよね。なんあれ。いや、すごいよね。なんか、フェニックス一騎みたいなとこあるよね。はっと、わかんないけど、ちょっとなんか、僕の世代で言うと、なんかほら、ダークヒーロー、実はいいやつみたいな。あるでしょ、そういうこと、ね、最初のね、なんかラスボスみたいな感じなんだけど、主人公の仲間になっていいやつになるやつみたいな、いいでしょ、それだ、わかるな。ピッコロ大魔王みたいな。誰ですか。先生のなんかナルトで言うと誰ですか。私ナルト。俺ナルト見てないんだよね。セントセイヤ。誰からパッと出てこない。セントセイヤみんなわかんないと思うんで、そうですか。あ、なんかちょっと思いついたら教えてください。わかりました。そうですか。バコックさんありがとうございます。ありがとうございます。札幌のみ悩む得点力、伸び続ける失点力、先生どうしたらいいのということで。そっか。でもだからこれはやっぱ先週もちょっとお話ししたんですけど、これ正直もうまさにミシャさん、ミシャ監督ももう嘆いてる状態で、でもただしょうがないというか、だって金子いなくなって、ウイングバック他いなくなって、4、5人いなくなったのに誰も取ってるわけじゃないから、でほら西さんとかも出たじゃないですか、岩手にとか。これはね、ちょっと現状メンバーであとレベルアップするっていうか、もう一個なんか新しい戦術突き詰めるとかじゃないと、ちょっと現状は難しい気はしますね。確かに、京都戦ね。そうなんだよね。原大地がね、なんかこう、決めたね。やってるっていうのは嬉しいですけどね。いいね。躍動感あるプレーというかね、ね、ありました。札幌どうしたらいいのっていうスパチャきっかけで、いやー、原大地いいねっていうのはね、酷ですけどね、これ。いや、そうなんで、だからもう、だから札幌の現状メンバーのレベルアップをもう願う、祈る、そこを応援する、そうですね。ですね、今はもうできることは。さ、岸間さんありがとうございます。ありがとうございます。斉藤光選手の複合靭帯だそう、靭帯損傷、複合靭帯損傷って巨人の吉村さんの怪我と同じ怪我。ああ、そうか。長かったもんね、吉村さんもね。そうなんだよね。
頑張ってくださいね。そうなんでそっす。すごいだか。からかかるかの2年とかかかってもおかしくないんですなるよ。ほど。そっか。こういうあれだもんね。と隣り合わせでやってるわけですもんね。そうだねー。応援しております。岸島さん、ありがとうございます。応援してまいりましょう。みんなでね、これは J リーグ全体でね、我々はそうね。ですね。ということですね。ということですね。ああ、栃木の、元栃木の坂田亮太くんもね、確かに、あ、同じお怪我だったんだね。帰ってきました、そう最だ終的にはね。ね。なるほど、なるほど。そっかそっか。熊本出身のね。はいはい。キッコマンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ガンバ戦に行ってまいりました。悪いところもありましたが、後半に442ハテナになってからシンプルに攻めたところもあり、良い点も他の湘南サポに伝えていきたい。ダメだ、次こそはやってやるというキッコマンさんでございまあしりたがけとどうごね。ざいます。いや、湘南も最強、なんかいいね、いい印象ですよね。もう上がってくると思うんですよね。今回はガンバーのやっぱり、大橋がね、すごくそういいでですすよね。ね。ディサーロもね。で、あと次からおそらく福田くんも出ますね。あ、そのレギュラーで出るんですか。次の、浦和戦なんですけど、湘南が、小野瀬くんが、確か出場停止なんで、あら、こ打れ倒とはかあ楽るんじゃないしかみなってでのすは。よ、これは。なんか湘南ベルマーレキャッチフレーズ募集してましたよ。あ、ねえ、福田翔くんの。はい。ワンダー私、ボーイトか、イレ君でそが。れね、記事見てたんですけど、一発で私浮かんでね、これ送ったら、こう私の採用されるんじゃないかって一発で思いつきましたけど、はい。ちょっと被ってたんです。蹴っ飛ばし小僧ってどうですか？ね。蹴っ飛ばし小僧、藤枝のマスコットの名前なんでね。そうなんですよ。ダメだね、もう無理やりね。少年感があっていいんですけどね。確かにどう、何が通るな。んだろう、あれね。でいもなんかやー、スターになって俺、ほ手しい袋のな。話とかなんか入り込んあー、でく手るけど、袋ね。でも季節に読んのかなって私も思っちゃって。そうなんだよええー、ね。そういうことなんですよ。だ、笑顔の蹴飛ばし小僧ですよね。ですね。サッカー構造的なね、とこありますから。ああ、はい。そうですか。これは湘南の起爆剤になるかどうかっていうことですね。ですいや、素晴らね。しい。バラしいですね、これね。まあでも第一章、ね、福田。でも福田師王と福田翔なんだね。漢字が違うからさ、気づかなかったけど、そうなのよ。検索すると福田師王の方出てきちゃう時あるからね。そうだからね、あっ翔ちだはね。から、そうなの。湘ね、南覚のえ方てあはげてね。ください、皆さんはい。ね。はい。もうプレミアリーグ行くぐらいになったら、第1章の時の実況の声、私使われるんじゃないですか？大逆転っつって。あるかもね、あ入っるてか、くるあかるもかもね、しれ見ないれるですかね。もしれそうない。ですね。そうだと楽思いしまみす。だわ。はい。杉山啓司さん、ありがとうございます。福島、6試合負けなしは偶然ではありませんよね、先生。とあいうりがことうごとざいでます。ね。いや、オープシュン輝きました、私の大好きな。いや、ねそうだえ。オープね。シュンの折り返しをね。上畑右平次が決めたんでしたっ決け？めましたね、ねえ、そうですそうでね。した、そうでした。まさになところで言うと、まずやっぱり僕は幸恵君なんだな、このチームはってちょっと感じてます、福あ、島で言うんであはいれはいば。はいはいはい。ちょうど、だから服部さんがまだ監督やってらした頃とか、幸恵君またディフェンダーやってたんですけど、はい。最近また戻ったんですよね。宇田さんになって、またフォワードのやるようになって、やっぱほら、体張れる選手だから、そこで前に起点作れるようになったっていうのがでかいなと思ってて、後ろ重心だったところが前にもそのポイント取れるようになったから、ちょっとやっぱ攻め手が増えてきたかなっていうところで、やっぱな前るほ半ど戦のね。福島と違う、同じものと思っちゃいけないような気がしまはははは。す。はい。行ってないな、福島最近。桃もらいたいな、また。桃くださる方がいらっしゃるんですよ、いつもね。ありがとうございます。お通しいりがたとうだきございまます。して。ただも秋野さん、ありがとうございます。ありがとうございま将来す。のお話ですが、中山ゴンさんの代表招集ってありますか？というのは、これいや、見たいっ指す導者としね。てってことですか？そうですこれも呼ね。ばれた時に、私はまだ現役辞めてないですよ、つってユニフォームで行くボケしてほしいですけどね。あ、違うんですか？なんつって。ね。引退見試合たといかよやってないんですけどね。ね、なんつって。そうだよねえ、ねね。え。ああ、そうですか。見たいところではあるんですが、そうなる場合は中山さんが基本的に一回 JFA の別仕事一回挟むっていうのが結構ベースになってくるかな私とは思う。でも静岡のなんかこう J リーグ俺チーもムそっをち。ね、盛り上げる人であってほしいし、まあ末はやっぱジュビロでとか。っ俺ていもそっちだうね。感じのイメージが嬉しいけどなぁ。ねそうえ。だなぁと思います。大組織のというよりはなんか、
ふるさと静岡で味を出し続けるみたいな。ふるさとなんですよね。藤枝東高校だもんね。ああ、そうかそうかそうか。そうだよね、ゴンさんってね。じゃあ藤枝じゃんね。まあでもそれはそれは。まあでもね、全部大きな塊と考えるわね、これね。そんなこと怒られちゃうけどね。いろいろありますけど。そうあとはまずあれよね、うんうん。ちょっともうあの代表のそのコーチングスタッフも多分若返っていくんじゃないかって話も今後ありますから。ああ、そうですね。だそんなに遠くない未来で日本代表というか JFA の会長は吉田麻也になるだろうし、そっち側に内田篤人はいるだろうし、あと現場の方はだからやっぱ岩政さんとかももしかしたらそのあたりの時はいるかもしれないけど。あ、そうですね。だけどやっぱ今のもうだからな30代あたり組がそっち来るんじゃないですか。酒井宏樹とかもしかしたら10年後そこら辺にいるかもしれないし、もうコーチングスタッフの方とかに。なるほどね。やっぱこれはね、宮本さんとかも会長を目指してるわけでしょ。そうだね、宮本さん会長になったらそれより上の監督がなかなか難しくなるんじゃないですか。ちょっとね、そんなことないか。でもまあ海外でやっぱ代表なんかいろんな実績持ってる人がやっぱ上に来るっていうか、あの国は高そうだなと思います。ね、やっぱりそういうものはあるんでしょうけどね。ありがとうございます。ありがとうございます。かよさん、ありがとうございます。ありがとうございます。新潟久しぶりに勝ちました。結果オウンゴールでしたが、松橋監督があれは長谷川のゴールですとコメントしてくれてグッときました。そして新加入の長倉くん、やばかったですということで。いやー、そうですよね、ミスター長倉ね、活躍してるんですね。ちょっとまだ出せない動画にはなるんですけど、もうすでに撮り終わってるものちょっと長倉君に関してちょっと、ね、話してるものがあって、あら、あの彼は本当自分にこうなんか視点を集めるのがすごい上手いというか、なんですかそれ、引きつけちゃう能力が高いんですよね。久保義晴が言ってましたよ。ボールを持ったら全員が俺を見てると思えと、自分を見てると思えとそして都市サッカー好きかと言ってましたよ、ね、多分シュートだろうなこれ。いや、そうです、久保義晴って言ったらそうですよ。見てないからさ。あ、シュート見てない。あらま、シュート見てない。あらま、あらま、ちょっとこれ今から見れると思ったからね、羨ましいですけどね。そうですか。左足で蹴ってみたんですけどね、へにょへにょでしたね、うん、私ね、この幻の左なかったですね、私ね、ちょっと蹴ってみろって自分に言われて蹴ってみたんですけど、へにょへにょでしたね。ちょっとね、これシュートの2巻ぐらいの出来事だし、見ておいてくださいね。わかりました。はい。そうです、了解です、はいはい。新潟もだからあれですね、次あと1勝か勝ち、あの引き分け2つでとりあえずは残留はいけるかなってところがあるので、はい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 、新潟もただ今の調子考えて、まあね、降格とかってことはもうなさそうだな、残留争いに巻き込まれるわけでもなさそうだなと思うので、うんうん、やっぱスタイルを突き詰める感じでやっててほしいなってすごく思います。はいはい、いいですね、上がってきました。はい、うん、そしてそしてでございますけれども、たこやぎさん、ありがとうございます。あ、飛ばしちゃったかな、大丈夫かな、うん、大丈夫だと思います。うさみが PK を決めた瞬間、パナスタは最高の盛り上がりでした。そうですね、いや、そうだろうね。いや、あれは素晴らしい瞬間ですね、あれね。よかったね、やっぱそういうことなんでしょう、あれ900ゴールっていうのも分かってたんでしょう、あるな、そういうのを。だからピトカとかはね、そういう何は節分かんないから、ちょっと俺蹴るの、何のお前その言うもん、誰だってなりますけど、ポヤトさんは、うん、何も言うなと、宇佐美が蹴るんだ、900ゴールだぞ、ガンバのガンバの900だぞ、ホームだぞ、宇佐美蹴っつって、アラーノかけない、かけないんで、アラーノ、アラーノ、待って待って、アラーノっつってってことでしょ、あれね。そうだね、ね、すいません、ピトカさんとアラーノさんなんか変な雑に扱っちゃってますそんなことないと思いますけどね、何は武士、そういうことがやっぱりね、うん、そういう上司にはついていきたいですもんね、先生ね。大事だね。あの男気、ね、あ、ね、うん、あのチャンス与えてくれた監督のために、もう命がけでやると思うわね、それね。間違いないね。そういうことですよね。本当ですよね。そして、フレックスオレンジさん、ありがとうございます。ありがとうございます。浦和と名古屋の試合、ホセカンテ選手のゴールもだけど、試合終了後に名古屋の久保選手がゴール決められなかった時に長谷川健太監督見ました。監督がすごいこけ方をしていたことの方がなぜか印象的でした。名古屋としては笑えないんだろうけど、思わず笑ってしまう。可愛かったですよね。可愛かったですね。うえーみたいな、あのベタなギャグ食らった時みたいなね。いや、そうですね、ちょっとね、あの昔よりもちょっと豊満になられてますが、ちょっとコミカルさがね、やっぱり 出てしまうっていうことですよね。愛されてまあでも、うん、
とはいえですけど、これは、名古屋は結構確率高いよなぁと思ってます、正直。確率、その優うん、優勝のっ勝てでことすですか、ね。その ACL とかもあるから。はい。あクと、ライマル正直、たちのね。名古屋はね、これ、名古屋サポの皆さん、多分の話だから、あんま怒ったりしないでほしいんですけど、やっぱチームって基本的に負ける日って考えるんですって。負け感情するんですよ。全部勝つことはできないからってことですか？そうです。で、もし一つ負けるんであれば、ここって多分ね、腹くくってたと思います。積極的に負けようとは思いませんけどね。やっぱまあ、その2週間ぐらいまでいろいろあったのと、そもそもね、ユンカーを出せなかったので、サイスターはダメなんですよね。そういうこと。そう、だから出なそうかいうったのんでをすハよ。ームとアウェイで OK だったりすんの、それだを。からあんまり普通、レンタルの選手は両方ともダメなんですけど、なんかサイスター凱旋だけはダメだったんです、契約で。なるほど。だから単純に1人少ない戦力でやらなきゃいけなかったんで、いわゆるその可能性はあるっては思ってたんじゃないかなと最思っ後てのます。条件面の爪の1ミリだったのかね、それが。いや、1ミいリや、の出せ勝負。ないのは壁。じゃあやめましょう。あ、じゃあ、ホームだけダメでいいですか？みたいな。どっちがどっちにか、でもよまあくわかんないですけど。ね、ただそれは裏側に今回はまあね、っていうそうで形すになりね。ましたそけういうれこどとも。か。ただね、マリノス、名古屋じゃない、マリノス、浦和、川崎は ACL がある、神戸はちょっと戦力とけが人が増えてきてしまっているっていうところを考えると、名古屋が一番、かなっていうところは今のところありますね。さん、健太火山がこけたのはいい兆しのはず。笑いだって。吉兆だね、あれだからね。だるまみたいな感じになるけど。なんかね、縁起物です。キッコーマンさん、先生的には、さっき僕が言ってたね、鈴木優馬のあの行為はね、のキャラとしては、フェニックス一揆だって私は言ったんですけど、先生的には、ハガレンのグリードじゃないかっていう。わか 全然わかんない、る全然わかんない。鋼の錬金術師でしょ？最初だけちょっと見たけどね。そうだあ、ね。グリードはそういうキャラ。わあ、わかかりる、わやすかいる。くなるほどああ、ね。そう？ああ、そっか。ピッコロ大魔俺ね、ドラゴンボール見てないんです王。よ。ああ、そこまで出ないのか。そうね。俺、基本的にバトルものがあんまり得意じゃないんですよね。そっか。はい。だから、鋼のグリードですよ。そう、わかる。鋼の錬金術師もバトルモンと違うんですか？バトルもんですよ、バだから。トルモンかい？ 世代だ、結局世代でしょ、これね。ありがとうございま す。ありがとうございます。そして中原さん、ありがとうございありまがとうございます。す。マーサー先生、こんばんは。樋口選手のゴールと、久しぶりの、知念選手の PK で鳥栖に勝てました。話は変わりますが、夏の甲子園で我が茨城県代表の土浦日大がベスト4となり、今日慶応に負けてしまいましたが、胸を張って帰ってきてね、感動をありがとう。というか、そうですか。ああ、もうお疲れ様でした。土って浦ことっ日大。高て、速降りたとこね。土浦日大そうね。なんだね。土浦インターかなんか降りたとこね。見たことある。そうなんだ。慶応がね、なんか決勝行くのは、あさって、仙百台何育英 年 VS、ぶりだっつって103年ぶりの慶応ということになりね。ますね。あ、仙台育英なの、相手は。はい。わあ、これは先生ね、仙台の人だから。そうっすね。もう目と鼻、実家目と鼻の先ですから、もうちょっグラとウンド。テンション上がってください、そしたら。そうなの、そうなの、仙台育英なのって、IKKO さんぐらいのテンション出してください。いや、2年連続なんですよ、決勝来るのはこれで。だから連覇かかってるんですよ。もう、そういうことか。もう、なんか普通だぜ、みたいな いや、感多じ。分優勝は育英だとはずっと思ってます、ここは。あらま、あらま、あらま。じゃ育英の須江監督っているんですけど、いわゆる150クラスのピッチャー数人連れてきてるんですよ。だまずあれです、分かりやすく言うんだったら、松坂分かるでしょ？難しく分かります。松坂クラスが4、5人いるんですよ、ピッチャー。嘘でしょ？いや、まず、だから、わけわかんないです、あのチーム。どういう集め方してんですいか？や、だから、めっちゃ育つんですよ。育つ。そう、だから、よほど悪コンディションとかじゃない限りは、普通に言ったら育英があってのは、まあ、もう戦前からのあれだったんで。そんな育英をじゃあ慶応が破ったらすごいことだね。すごいことですね。慶応って清原ジュニアいますから。慶応何高校？清原の息子いんの？そう。こういう。うわー、でも NHK だから清原さんの話題にあんま触れれないのちか。ょっとここでも伝えづらいな、そういう話は。どうなんいだや、ろうでもね、そ結れ。構全然言っ普て通るに。よね、それはね。別に英語は変わらないですからね、それはね。すげえ、そんな成長してんだ。すないごいでよ。す、こだすだ。これ、所さんの言い方です。こだすだ。得意よ あね。りがとうございます。ケロヨンさん、ありがとうございま す。ありがとうこございます。んばんは、久しぶりに参加いたします。いわあ、きどうも。FC はベルディ相手に2戦とも引き分けでした。選手たちは少し自信ついたかな。でも、欲を言うと勝ち点3欲しいなということで、いわき FC0-0 でございます。
ましたね。でもね、ケロンさん、これあのベルディってあの J2 の中でそこの町田とかジュビロとか清水よりもアウェイにめちゃくちゃ強いチームなんで、なるほど、アウェイ首位のチームからそれこそあの勝て、あの引き分けで終わったのと、あとそれこそベルディ確か枠内ゼロだったはずなんで、はあはあはあ、でそれに終わらせてるってのがやっぱり良かったんじゃないかなってすごく思いましたけどね。弱気めちゃくちゃ頑張ってたんじゃないかなって思います。はい、弱気は今、はい、あでも18位ですね、34。うん、まあでもここも大丈夫っちゃ大丈夫だと思いますね。あの残留はできると思いますもん。あそう、でもこれどこも言えないじゃないですか、うん、だって大宮も上がってきてるし、じゃあどこよって話になりますよこれ。まあそうだから、逆に現状危ないのは、ね、やっぱり山口はちょっと危ないですよね、最近勝ちがないって ね、これは焦るね、大宮がぐんぐん来てる分 ね、 これね、うん、あと何試合 J2 は、あとね残り10試合、10試合どこまでピンチなんですか、栃木ぐらいまでピンチなの。ね、ピンチは秋田までです。あのほら、まずあの大宮、大宮から考えるとあれなんだけど、大宮はもうあのほらもう召喚獣がいるから。でもだそう一気に曲がってくるんだけど、はいはい、単純勝ち点で見たら21位もまず降格の降格じゃないですか。21位、ああ2つ、山口そうなんですよ、ね、そうだから山口から秋田って5しか離れてないので、そうか、ここも全然あります。まだまだエキサイティングになりそうですねこれね。そうですね、そういうことでございますね。そうだ、最近好調のただ水戸とか大宮とか結果に大丈夫になってんじゃないかなと。ああそうかそうか、はい、あなるほど、わかりました。はい、はい、そして、ひろくんさんありがとうございます。土曜は清水町田戦を見まして、日曜日は岩田と清水のトレーニングマッチを見てまいりました。ゴリ加藤匠選手が元気に1アシスト、わーゴリさん怪我する前と変わらない動きを見せてくれる。怪我する前と変わらない動きってことはあのあれかい、もう理不尽な動きかやろ、真上から落ちてくるのヘディングで入れたりとかね。近いうちに公式戦で姿を見せてくれるかもしれません。見たい。今週末は、FC 東京と神戸戦を見に行きます。斉藤美月頑張れってことで、ヒロ君ありがとう。ヒロ君は見に行ってるよね。ねえ本当に、これで会いました相模原でね。そうだもんね、元気な方でしたヒロ君ね。じゃあってことで、じゃあちょっと J3 一回ちょっと順位表ここでも一回まとめますかね。はい、はい、ってことで、まあ、こんな順位表になっておりますと、で現状で見ると、まあさん皆さんあの1の愛媛ご覧ください、うん、勝ち点44です、はい、でしかも最近負けてません。はい、で2位の富山と4差だから、次仮に愛媛が負けたとしても首位キープ確定です。うん、はい、はい、でこの2位富山とは確かに4差、3位の沼津とは5差なんだけど、うん、で昇格は2枠なんだけどさ、とりあえずね、うんうんうん、ただ4位の岐阜見てください、まあさん、はい、もう10差離れてるんですよ、ね、10差ですね、そうですね、うん、なんで愛媛はもうちょっと4位以下はあんまりもう考えなくていい領域までもう来たかなと思ってて、残り何試合でしたっけね、残りこっちはね15あります。そうだね、はい、はい、で一応残り試合数は逆転可能ってたら一応見ると、実はあの琉球18位の琉球が勝ち点27なのですよ、はいはいはい、であの1試合あの延期分琉球残ってるので、42までいくわけだ、15で、そうなの、だから琉球でも2位までは全然いけるから、数字上あの数字に厳しい先生でもまだこの可能性あると。そうなの、すごいリーグとなっております。なってますね、すごいことだ。はい、であの八戸戦の延期分が水曜日にあります。はい、八戸対琉球、はい、でその後琉球は週末に相模原とあるんですけど、うん、だそこでだからもし2連敗なんてなってしまうと、もうちょっと昇格は厳しいってことになっちゃいますが、ここで八戸にも相模原にも勝ちましたっていうふうになると、うんうん、順位表的に言うと鳥取 FC 大阪あたりまでもう一気にすぐ来るので、そうかそうか、じゃあね、皆さん話もいろいろ変わります。焦ることないですよね。そうですね、そっか、うん、長野がね結構派手に打ち負けちゃってね、うん、なんか荒ぶってましたよ、のんちゃんが。いやそりゃそうよ ねやんみたいな感じでしたよ。あ、うん、まだ全然だ、まだ大丈夫ってことですよね、全然。そうですね、うんうんうん、今言った通りね、1試合2試合その勝つっていうふうになるだけで、ちょっと右側のチームが一気に左側の半ばまで来る形になりますから、はいはいはい、だまあ大体岐阜をと頂点として、岐阜から琉球をほぼ横一線ぐらいで見た感じでいいと思いますけどね、うん、あすごいリーグだぞこれは。うん、はあ
あと富山、ま、沼津がただちょっと抜け出したよね、愛媛にちょっとついでた、ね、鳥取が勝ってますよね。鳥取とかあと福島とかやっぱ監督交代が成功してますよね。ああそっか、それ以降ずっとほぼ負けなしできてますから、はい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 、ね、重松健太郎いや、決めてたね。あちみまさんの鳥取宮崎戦もあのウィナー徹底予想チャンネルのあの予想私当たりました、はい、ね、出てましたね先生、いよいよ止まらなくなってきましたね。あの J1 1試合、J2 1試合、J3 2試合、もう当てさせていただきます。そっちの人として食っていけるんじゃないですかもう。ねえ、次はもう家賃ごと突っ込んじゃいましょうか一回ね。先生が言ったやつに見るわかりづらい。倍率変わっちゃうんだな、そうすると。そうかそうか、そういうことになっちゃう。問題だよねここね。そっか。もうあれじゃない、はい、オッズを変える男になってる最近はね。ご覧ください、YouTube でやってますので、ね、お願いします。はい、世の青年さんありがとうございます。ありがとうございます。女子ワールドカップはスペインがイングランドに 1-0 で勝利し初優勝、得点王に5得点の宮澤ひなた選手が輝きました。おめでとうございました。得点王ほんとすごいよ、素晴らしい、ゴールデンブーツ賞っていうんですか。そうですね、すごいですよ。まあ、これからは金色のスパイクとか入っちゃったらいいんじゃないですかねえ。ねえ。いやーすごかったねえ。決勝戦見ました？俺まだ見れてないんですよ、ね、なんとなく見てましたけどね、うん、やっぱ決勝戦っていうのはテンション高くて面白いですね。いやそうだね。アディショナルタイムがなんと13分あったんですよ。あったらしいね。13分って言っちゃいました、さすがに私も。ねえ、途中ちょっと見れてなかった、無駄に治療の時間があったのかな。ね、あそうね、なんかそれはなんか見ましたね、したけど僕すごいもう怒ってんだよ、あの勝ってる方のあのメンバーが、まあまあそれレフリー終わりだろもうみたいな、まあ、13分でまあ12分40秒ぐらい経ってたんだけど終わりだろみたいな、そこをねまあまあまあってなだめてたのがあの4審のおあの何さ日本人のはい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 、ね、あの方なんて山下さん、山下よしみレフリ ー、そっか、すごいよね。だってで、ね、カップ上げの前にレフリーもメダルもらうしね、うん、レフリーはレフリーであれ優秀なレフリーなんだよね、決勝さばける優秀な、そうなんですよ ね、最後まで来るベスト4のチームなんでしょ、要はそうですね。でもあれ偉いもんで、スペイン人とイングランド人はいないはずなんですよ。うんうん、だからね、よしみさんとしたらよかったんじゃね。いやそうだね、日本決勝行ってたらやれないでしょ、だってそうだね、できない、ね、そういうのってどうなんでしょうね、なんかあの4人が一番優勝みたいになってるけど自国のレフリーだったら無理なわけでしょ、あれどういうことになってるんですか、教えてください誰か。見てね、お客様の中にレフリーいらっしゃるでしょ、ね、教えてくださいね。いや素晴らしい、いてくれるかな、素晴らしいですね、吉見さんね、毅然とした英語とかできなきゃダメですもん。だって吉見さんが言ったシーンあるんですか、 VAR チェックオーバーピッピケイとか言ったシーンあるんですか。それぐらいだったら言えるか俺にもね。英語できないといけないんだから大変だよね、あれね。そうだね、J リーグで笛吹くってあの男の人と変わんないらしいですよ、基準。あのクーパー層とか、ほう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 、あの超えなきゃいけないタイム、男の人と一緒らしいですよ、うん、基準が。すごいですね。まあ、Weリーグとかは一緒じゃないのかもしれないですけど。ああ、そうなんだ。あとすごいちょっと話があるけど、F1 の下部組織みたいなので日本の女の子優勝したの知ってる？フォーミュラーなんとかで、マジ？うん、すごい。昔角田くんとかも優勝したよ。で女子とかでいいんだって、もう関係ないんだって、男女。やば。体重あの低かった場合は重り乗せなきゃいけないんですって。おお、そういうルールは。何キロに達してない人はその分の重りを乗せなきゃいけないっていうだけで、最低限にしなきゃいけない。あと関係ないんですって。へえ、すごいと思ったから、世界初の女性 F1 ドライバー日本から。出るかも。おお、すごい。いうのダゾーンでサッシャさんがやってましたよ。ええー、サッシャさんちょっとゲストに来てくんないかな。サッシャさんが。サッシャさんが。いやいや、でもそれちょっと話し変わっちゃうけど、これじゃあのあれやるか、休み時間ラジオでやろうか。でも俺それなんか重り乗せなくていいじゃんと思うんですよね。だって女子のは筋肉量なくてしんどいんだから、ステアリング切るのが。確かに。じゃあそこ軽くていいじゃんって思わない？ダメだ、もしかしたらルール改正あんじゃないですか、ね、そうなったら本当に。そうだね。ありえる気がするよ。ね、そうそう、そっちの方がなんかいいじゃんね。でも確かに誰もやったことないから分かんないってのはある。それで F1 レーサー全員女子になるんだったら、それでしょうがないじゃんね、それね。うん。もうそのケチなルールやなと思って。そうだな。そうそうそう。野田ジュジュさんって言うんだって。
野田さんの娘さんね。あ、なんか野田さんって誰？誰？野田さん。野田さんって鈴木保奈美野田になった人？そういう人違うか。わかんないな。何で違う人か。野田さんってなんか F1 の有名 F3 だって。そうですって。野田秀樹さん？あ、野田秀樹さん。うん。野田秀樹さんの娘さんなのあれ。すごい。野田秀樹か。野田秀樹。はね、見たな子供の頃。大竹しのぶさんの旦那さんですよ、もともと。違うんだっけ。え、そうじゃないっけ。多分そうだよね。え、多分そうよ。レーシングドライバーの野田秀樹ですよ。あ、野田秀樹ってあの演出家のじゃなくて。演出家の方じゃなくて。あ、あ、そんな人知らんいないわ俺。あ、そうなの。俺は知ってたわ。そりゃそうだよね。そりゃそうだよね。あ、そうか、すごい。鈴木アグリ、中島さんまでしか知らないから俺。あ、そう、そのあたり、そのあたり。野田ジュジュさん応援したいね、これね。いや、そうか。これはすごい、もう一回 F1 ブーム日本でも来るんじゃないの、それ。いや、なってほしいね。廃れてないでしょうけどね。民放でもやってたしね。ね。いや、いいね。ちょ、それちゃってごめんなさいね。ありがとう。山下良美さんの話で、これちょっと、ね。はい。ありがとうございます。はい、そしてですね、A4 の青年さんありがとうございます。ウィーリーグカップ、ウィーリーグカップがある、うん、26日開幕でございま す、ね、初戦千葉レディースは浦和レディースと対戦。千葉の千葉ちゃんがなんかわからんけど怖いということで、あ、A4のさんね、だろうな。そうかそうか、浦和側だから。千葉の千葉ちゃんみたいですね、代表バレミナ選手ね。行っちゃいますか、千葉レディース見に行きますか先生、そろそろね、それこそね、ザンビア戦だけの出場になっちゃいましたからね。あ、そうでしたね。結局は、全員がでもあれですよ、ね。チームですからね。そういうことですよ。でも、多分だけど休ませるんじゃないまだ。ああ、そうですか。なんかだっけ、神戸のメンバーは。そんな休まんとダメですか。あ、もう絶対無理だって言ってて。ああ、そう。神戸の皆さんは何が何でも2週間休ませるって言ってたから、帰国してから2週間かな。そういう疲れがあるのか。でもしかしたらまだ出ないか、ベンチスタートかぐらいじゃないかと思いますけどね。出たいでしょうけど、本人はね。今でしょうね。なるほど、なるほど。ウィーリングも始まりますということですね、カップ戦から。ですね。はい、そして、ザ・キシマさん、甲府の話題でございます。甲府はリーグ4試合勝ちなしのどん底先生、助けてください。話変わって昨日の名古屋、長野とのトレーニングマッチでは加入内定している山梨学院大の一瀬君や、甲府 U12 最強世代の一人、専修大の志村ボン君がチームに参加していて、甲府の未来は大変明るいと思いました。よく知ってんな。現実逃避ということで、知ってるんですね、先生もちろん。そうですね。アンダー18から大学進んでいるトップ昇格ではなかった先生だったと思いますけど、あの、まず本当に志村ボン君って言うんですよ。かわいいですね。あの、本当にひらがなボンですね。あ、そうなの。わ、超人気ですと、ボン君。だから、あれですね、5、6年後の甲府のディフェンスラインと思ってください、この2人は。あ、ディフェンスラインなのね。そうですね。一ノ瀬君、志村ボン君。はい。っていうふうに。渡辺亮君とマッチアップしてほしいですね。志村ボン君。ね、ひらがなで可愛いらしい。そうですか。そうだ。ただまあ、甲府がね、だから最近ちょっと競り負けてしまってるとかってことはあると思いますけど、まあ、ちょっと気になるところではね、ありますけど、まあやっぱりこれ、まあ、ただちょっと強い相手とも今回ジビル当たったってところもありましたし、もともとなかなかジビル相手に、ね、そもそも相性も良くなかったですからね、これ徹底予想とかミルト島でも言ったかと思いますけど、あとは、まあそうね、このやっぱ47並んでるってところがありますから、そういうことこれからですよ、甲府だって。こっからですか。あとほら、移籍メンバー大量にやってきたチームの一つでもありますからね。そうでしょう。ACL 用ですけども、リーグ戦にも使えるわけですからね、もちろんこれね。そうですね。これはもういろんな競争が激しくなりますから。いいんじゃないですか。楽しみにしましょう。ありがとうございます。はい、平和くんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。新旧日産対決は、旧日産、かっこ中川選手に軍配も、劇的ゴールでしっかり勝つことができました。あと、キックオフ前の、渡辺選手の J1 出場100試合セレモニーで渡辺選手の子供が、パパの写真を凝視して、写真で顔が隠れて正面からカメラマンが写真を撮れない姿にほっこりということで、平和くん名前とね、いたがわぬほっこりトークありがとうございます。笑顔になっちゃった。そうですか。そういうことですか。俺さ、まあ、そろそろ来るんじゃないかと思ってますけどね、渡辺康太。あ、キャーギャーですか。いや、
まずは代表。ああ、代表ね。うん。ええ。あの、2019年のコパあったじゃないですか。はいはいはい、はい。あの時に一応 A 代表招集はされて、コパアメリカ行ってんですけど、あの、出れなかったんですよね。なるほど。うん、だから招集経験はあるけど出場経験はまだ代表歴ないので、はい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 、ですが俺そろそろ俺今だったら西村拓磨より上じゃないかと思う可能性呼ばれる可能性で、はいはいはい、そうなんだ、ね、やっぱね、あの遠藤渡るとかだと当たるじゃないですか、はい、あのガチッといってそれであデュエル、うん、そうね、はい、渡辺康太の場合は、はい、そこと見せかけてそこからのくるんがあるのがやっぱりいいですね。くるんがある、うん、そこのキレでそのかわしてそれで前に運べる推進力と縦パスがあるというか、ね、奪ってからそうあれもあるということですか、そら、うん、あ、そうですか、うん、素晴らしいですね、ここ注目だなと思いますね、伸びきっちゃってほしいですね。あと今あの、ね、奥様があの第3子、はい、あのね、あ、あのなんかねセレブレーションもそれだって言ってたもんね、お腹にボール入れて、そうなんですよ、素敵なパパなんです ね渡辺家頑張ってほしい、ちょっとね、うん、あの童顔ですけどね、3人目だって言ってましたもんね、そうなんですよね、早いありがとうございますね、うん、ありがとうございます。そしてダダモアキノさんありがとうございます。うちのチームが勝てません、主力を取られちゃったからなのか、先生助けてバイ蹴っ飛ばし小僧ということでございます。藤枝だな、失礼しました、先ほどはね、藤枝まあそうでしょう、渡辺亮さん、でも、ね、ていうかこれ藤枝の場合かわいそうなの、今大けが3人ぐらいいますよね。ああそうか、でそれでいて2人が抜けたじゃないですか、うん、だからやっぱシーズン始まる段階と比べて5人いない状態なので、ああそうね、久保田これ誰がやってこようが、うん、それ5人抜けたらさっきの札幌と同じでちょっと仕方ない部分はあるなと思います、うん、今次が成長中ってことです、次の芽が出てるってことですね、出場機会を得て、ただこれマーサーもそうです、秋野さん皆さんもそうですけど、はいはいはい、やっぱり前半戦を J リーグ1とか2とか彩ってたのはやっぱり札幌と藤枝だと思います。あ、素晴らしい。だからこそ取られちゃうわけだからね、うん、そう、やっぱり点取れるとかそれぐらいの能力をたくさん持ったチームからやっぱ引き抜かれてしまうっていうのはあると思うので、うん、彼らを育てたのもこのチームなわけだから、同じ土壌にやっぱり同じような芽が出てくるんじゃないかっていうのを期待したいですね、来ると思いますね、はい、そういうチームがやっぱ強いチームだっていうのが J リーグの理念であってほしいですね、これね、そうですね、なるほどですね、はい、上がりました。そして、KN さんありがとうございます。東地区同様に ACL 西地区プレーオフでアルナスル対シャバブ、アルアハリドバイ、どこまでがどっちのチームだ、アルナスル対だからアルナスル対アルシャバブだと思いますよ、アルシャバブ、そうだよね、でアルアハリドバイはアルハリ対ドバイなんじゃないの、これわかんないけど、あーそうめちゃくちゃだったけど、わかんないけど、あ、そうすか、アルアハリジッダとかあるからね、なんか確かに何個もあるから、後ろについてんのあるからちょっとね、これだから全部で3チーム書いてくれるんじゃないかなと思うけどね、まあそうなんだよね、きっとね、そういろいろあるよってことですね、めちゃくちゃだ本当にめっちゃだわすごいですね、ありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスパーです。ジュジュさんは前から有名だった。あ、そうなのね。ごめんなさいね。私、今日知りました。そうですか。まあでもね、ちゃんと力もあるってことなんでしょ？すごいね。ジャッカル、ヨッシーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。横浜、F マリノス対横浜、あ、じゃあ、横浜。F マリノス、横浜 M ね、うん、FC 東京はマリノスの渡辺選手の奥様がお綺麗だったことぐらいしか覚えてませんという東京側のジャッカルさん綺麗だったんですか、あ、出てきたの、だって妊娠されてるんでしょ、お腹大きい状態で、そうなんだねってことですね、そうですか、あら、ジャッカルさんはすごいとこちゃんと見てるからね、ありがとうございます。もっともっと覚えてるとこあるでしょ、これ、自陣のチームはね。ありがとうございます。負けちゃったから、その試合の記憶はないよって意味なんですね。そういうことですね。ありがとうございます。ありがとうございます。というところでございます。もう10時で早っ。そうですね。楽しい話してると、あっちゅう間にね、流れてくるものでね。今日のゲストの時間なんですけど、誰ですか、何でも私が誰でも扮しますから呼んでくださいってやつ、ね、いや、まずは、あのこのシートの下にある告知ちょっとしたいのよ私、いや、お願いします、はい、皆さんってことでですね、コメント欄でなんかね、スパチャで呼んでいただければ出てくると思いますよ、ゲスト誰か、はい、
皆さん、来週ですね、水曜日8月30日、ちょうど天皇杯の、はい、ベスト8が、まあ、終わるであろう時刻の21時から、おお、そうなんだ、はい。はい、今月のメンバーシップライブを行おうと思いますので、うん、皆さんどうぞよろしくお願いします。そうなんでございます。奥座敷でございます。ぜひ皆さん来てください。はい。はい、なんで、まあ、ちょっとね、何をやろうかなってことも今考えてるところではあるんですけど、はい、まあ、何よりもやっぱり天皇杯終わったタイミングになると思うので、まず天皇杯の話はちょっと皆さんとワーワーできればなと思ってますけどね。そうですね。もうトーナメントが出てるから、はい、もう次勝ったらベスト4のこうあれも見えてくるわけでね。そういうことですね。そういうなんかもうでワーワー言いたいですね。確かに。そうですね。うん、もう冒頭もその話をもうガンガンしちゃうかなと思いますけど、またまあ遺跡の話もあると思うんだけど、ちょっと考えてることもあるので、またちょっとそれは来週のでライブでもちょっとお伝えできればと思いますので、よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。そしてあとせっかくなんで、このまま J1 のちょっと順位表もちょっとまとめて、先ほどのね J3 と同じようにまとめていこうと思います。ということで、残りまず早くも今年の J1 も10試合になりました。10試合ですって。はい、まあただ10試合って言ったけど、ね、その天皇杯がこれからまだね、うん、ベスト8が混んでたりだとか、やっぱルヴァンの決勝トーナメントもあったり、うん、なおかつ何回も言ってますけど、うん、ACL のグループ成績がこれからまだまだあるので、うん、あ、そうだね。そう考えると、うん、各チームの公式戦まだ20試合ぐらいあるような感じにはなってます。勝ち進むチームにとってはね。うん、まあ、まあそうかね、そうだね、確かに。はい、ただとはいえリーグ戦はあと10試合ですよと。楽しい季節がやってまいりますよとか言ってるんですけど、これまでもずっと楽しかったからね。まあね、ありがてえ話でさね、これね。そうですね、さあせんね、さあせんね、こっちはってことで、まあ見て物食べながら見たりして吸わせんね。ほんと、ってことで、まあ見ていこうと思うんですけど、まあやっぱり先ほども言ってる通りも、マリノス、浦和、川崎という3チーム、浦和は明日勝つこと前提にも僕は言ってますけど、まあ、この3チームはグループステージ ACL があるので、うん、いわゆる全部を本当に勝ち切る、しかも2チーム体制でやっていかなきゃいけないって状態の、ね、週もあると思うので、うん、あ、そうですね、ちょっと全部が全部ではないだろうってところがちょっとネックポイント。うん、で神戸やっぱり今回のね、何回もコメントをたくさんといただきましたけど、やっぱ斉藤光希選手のところが一つキーだなと思っていて、うん、やっぱり今年でいうと斉藤光希、山口蛍、酒井豪徳、大迫勇也、武藤義則、はい、この5人から1人ちょっとかけたりとかすると、やっぱ神戸勝ち点を落とす傾向が高いっちゃ高いんですよね。なるほど。でその光希くんがこれからの試合はやっぱ出られないっていうところと、大迫さんも1個前の試合のところで怪我1回負ってね、この段階も途中出場だったっていうのがあって、はい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 、神戸がこのままの勝ち点ペースで行き続けられるかっていうのはちょっと疑問が残る部分はある、うんうん、やっぱり心配ですよね、単純にね、うん、ってなると、やっぱ名古屋が巻き返しかけられるんであれば、ここからブーストはいけるんじゃないかってのは思うと、いろんなところにチャンスとピンチがあるということですね。そうですね。なんで、うん、名古屋、鹿島、セレッソ、広島、福岡、うん、こっちの4個チームに関してはこれからぐんぐんフルスロットルでいけば、はい、それこそ最終節、本当に何つどもえかわかんないけどって状態で、本当っすね、うん、優勝争いかもしれないですね、これは。本当だ、ほんまやで、うん。ってなるかもしれません。はい、あとプラスあと残留争いの方で言うんであれば、先ほども言った通り、まあ、トスまでのチームはもう残留争いはもう大丈夫と思っていただいていいでしょうと、うん、勝ち点30超えることは基本的に大会チームはないっていうのがあるので、うん、あ、そうですか、はいはいはい、ってなるとさ、もう新潟はあと1勝で OK、 京都もあと1勝はできそうな気がする、1勝1分けぐらいだできそうな気がするし、うんうん、現実問題この3チームに絞られてきたっていうこと、そうですね、プラス飲み込まれる可能性があるんであれば札幌くらいかもしれないですけど、ただこの札幌が自力でここからもうずっと落ち続けるとか負け続けるはちょっとないような気がするので、やっぱり柏、横浜、石、湘南の3チームからということになるかもしれない。この柏のね、2試合連続最後追いつかれるってのは痛かったでしょうね、でしょうね、でもとはいえそれでも負けてないっていうのもまあ、まあ、そうなのよ、そういうこと、そういうことよ、うん、だここ一個きついのは、うん、まずあれだね、これだけ勝ち点ほぼ並んでるじゃないですか3チーム、はい、そうなのよ、横浜 FC のマイナス27がちょっと気になりますね、得失点ね、打点頑張らないかんね、うん、これは今年特殊でさ、この得失点がマイナス2桁になってるのも下3チームしかないので、うんうんうん、でやっぱり京都までは大丈夫だから、鹿島をどこになるかって感じでしょう。なるほど、ね、うんうんうん、ここが注目になるでしょうと。熱いゲームが見れる、いろんなシーンがあるんじゃないですか。
そうでしょうね。ありがとうございます。追加のスパチャが来ております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ケロヨンさん、いろいろあったから書くの迷ったけど、ベルディサポさん許してください。いわきでバスケスバイロン見たかったな。町田が昇格したら当分いわきに来ないじゃん。ああ、そういうことか。もともといわきで ね、 そうね、始まりましたもんね。ありがとうございます。そっか、はい、そしてお米さん、ありがとうございます。すでに出てたらごめんなさいですが、ブライトン公式のチャンネルが、三笘のゴールを全アングルから的な動画上げてて、草見やー見たい。あれはすごい。あれはちょっとニュースですよね。世界的なね。今日のあれです。今日とか昨日のあれでしょ、あの、ね、イングランドの朝のニュースとかでやってたんでしょ。あ、本当。うん、あ、今週のプレミアリーグでとんでもないものが生まれましたと。そうそう、みたいな。そりゃそうで、あんな見たことないもん。うん、ウィンガーだってロッペンがすごい、リベリがすごいしたってあんな見たことないもん。ないね。ね、あんな居合切りみたいなドリブル。確かに、ね、あの世界的に見てもこれ記事で、うん、実際に出てるやつなんですけど、あのメッシ、アザール以後の全世界のウィンガーで最高なんじゃないかって今言われてますね。ちょっと照れるじゃない、やめてよ世界。あったことじゃねえよ。ちょっと世界やめてよ。いやでもな、同じ民族だから。いや嬉しいよね、やっぱね。嬉しい、やっぱデレデレしちゃうよね。やめてよ、言い過ぎだよ、やめてよ。嬉しくなっちゃう。なんで嬉しいんだろうね。嬉しくなっちゃうんだよね。そうですか。でもあのインパクトだから、孫奮民味が出てきましたよね。その結果につなげる力で、わかるね、うん、超えていける、超えていきたいね。だからね、今日後で皆さん、我々はこれを取ります。あ、もうまんま絶好調組って言って。海外組という言葉はもう古い。絶好調組、そうです、素晴らしい。いや、いいじゃない。だって何人点取ったんだって話で。あ、こんなメンバーみんな取ったんだもんね。そうでございます。嬉しいじゃない、嬉しいじゃない。まずあの得点かアシストした人っていうふうにすると、20人だったと思います。すごい。この週末はぁ、やばいですわ。全然わけわかんない。やばいですわ。ありがたい。はい、ちょっとそれもね、またゆっくり明日の動画でご覧いただければと思います。お願いします。そして杉並田さん、ありがとうございます。こんばんは。ウィーリーグカップとかで言いますと、9月3日に西ヶ丘でベレーザ対新潟レディース、そして川澄選手が早速東京にやってくるかもっていうことで。お、なるほど。この日はなでしこリーグのスフィーダ世田谷対愛媛 FC レディースのとの同会場ダブルヘッダー。そうなんだ。19時と19時。女子サッカーの日と銘打たれましていて、運営も気合が入ってるようです。私も熱中症に気をつけながら2試合楽しむつもりです。いいね、西ヶ丘で2試合、しかもリーグが違うのにダブルヘッダー、とってもいい。いいね。西ヶ丘ってたまに横のね、オリンピックビルみたいなとこから違う競技の有名な選手見てたりするんだよね。見てたりとか、ね、歩いたりするんだよね、卓球の選手はね。そうそう。そうなんだ、そうなんだ。なるほどね。これちょっと気になりますね。はい。9月3日。はい、お知らせありがとうございます。おはようございます。カルスさんでございます。斉藤光選手受賞ですが、攻撃のキーマンだけに神戸はフォーメーションを含めた戦い方は変わるんでしょうかということでございます。これは変えざるを得ないんじゃないかなと思います。ちょっと神戸はあれしましょうか。ドーポジで言うと誰なんですかね。一応ね、ちょっと待ってね、これちゃんと全部用意してるんですよ毎回。はいはいはい。さすがでございますな。一応こうなるんですよね、うんうん、現状で、ここで斉藤美月が怪我でってことになるので、もうね、一つ言うんであればアンカーやるのはもう厳しいんじゃないかなと思いますね。じゃあ蛍大木原コンビ復活ですか。うん、俺はそうじゃないかなって思ってます。で、なんなら俺荒井月トップ下でも面白いんじゃないかなとも思いますね。ああ、そうですか。はい、はあ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 。あの武藤選手なんかやっぱり真ん中よりも右とかの方合ってんなーって思うので、そこからストライカーポジションにやってくるというか、だからセンターフォワードはむしろ佐々木くんとかに出てもらって、ちょっとあの偽センターフォワード、偽キューバーみたいな役割で、それで後ろにスッと引っ込んで、まあ、武藤ゆるきが前に出てくるみたいなパターンの方がなんかうまくいくような気はします。はい、あ、かも川崎武藤とかの2トップにするとかね、4-4-2とかもあると思いますけど、
まあだからちょっとただね、やっぱあの若手の泉選手とかを山形に出した後っていうのがあるので、ちょっとだからタイミングずれたら多分出してなかっただろうなとか思うところはありますね。まあでもだからそれをやっぱり吉田監督がどう変えるのか、はい、が神戸が優勝できるかできないかのちょっとポイントになるかもしれませんね。戦力量としてはいるわけだから、うん、ここまでなかなか使ってこれなかった選手をどう使っていくのかっていうのが注目ポイントになるのかなっていうふうに思います。なるほどね、はい、はい、わかりましたです。ありがとうございます。あ、そして田中健二さん、あれだ、はい、またアスパチャね、入っていただいてメンバーありがとうございます。ありがとうございます。メンバーお待ちしておりますので、ぜひ。どうも、皆さん、待ってまいります。メンバーになるというボタン押していただけるか、ね、もしくは概要欄の URL 踏んでみてください。はい、試合当日もね、ワイワイ言ってますね、みんなでね。お願いします。やってくださいということでございます。はい、メンバーシップお待ちしております。でもといったところで、ね、今日は、うん、終わりですか。終わりです。あ、最後じゃあ J2 だけまとめていいですか。ああ、そうです、 J2 そうですね、はいはい、さっき J3、J1 と同じような感じで J2 も最後のまとめていきたいと思います、はい。勝ち点、まあ、残りもここはまさも10、まあ、もうほぼ10試合ですね、11試合か、はい、というところなので、はい、やっぱり優勝争いっていう意味ではほぼほぼ町田、岩田、清水の、まあ、3チームで、町田はちょっともう、ね、昇格自体は濃厚かなというところにはなっておりますよと、うんうん、なんだけど、まあ、冒頭でも触れた通り、もう6位のところですね、山形、長崎、群馬、甲府っていうのが勝ち点4、47で並んでいると、うん、なんでこの4チームがやってことはまさに6位に入ることじゃないかもしれないなと僕思ってます。どういうことですか、どういうことですか。ちょっとね、皆さんご覧いただきたいのは勝ち点より得点、得失点なんですよ。勝ち点より得点、はいはいはい。山形は得失10、はい、長崎もプラス10、うん、群馬が7、甲府が6ってことで、実は5位の大分が得失マイナス1なんですよ、はい、おお、なるほど。最後大分まで並べば、この山形、長崎、群馬、甲府連合軍は4分の2プレーオフに残れるかもしれない。本当だ、大分としてはもっともっと話しておかないと怖いね、これは。そうなんですよね。おー、なるほど。この連合軍が登ってくるとベルディももしかしたら飲み込まれちゃうかもしれませんから。はいはい、連合軍まあ味方じゃねえからね。まあね。いやー、なるほどね。このベルディから甲府までの間がちょっとあまりにも混んでるなーって、ね、だからこの直接対決だったりとかっていうのは非常に熱いわけでございますな。そうです、ね、これ先生あれまたやってくださいよ、残り10試合なんだ、残り当たり目チェックやろうと思っております、ね、あれはめっちゃ面白いわ。 だからこの今の順位をね横に置きながら、ね、残り当たり目チョックをどういうね、ペース配分で乗り切っていくのか、各チームというね、やっていきましょう。ここが見どころなのかなというねところも見たいですよね、はい。そしてあと残留争いの方でいうとこっちやっぱり大変で、はい、まあまあ、秋田だって2人がまあね、秋田とあと金沢かな、はい、は1試合ちょっと延期分があるのでまだあれですけど、はいはいはい、とはいえ12位の秋田から21位の山口までが勝ち点5差なので、うんうん、誤差でございます。はい、でもこれはだから大変ですよね、うん、そうでございますな。全然可能性がどのチームにも残っちゃってる状態ですと、でさあな、でさあな、うん、ただこの中で一つ言うんであれば、直近6試合と水戸が負けてない、うんうん、栃木も好調、あと大宮も好調だっていうところがあるので、うんうん、もしかしたらこっちもあと4試合後とかで考えるとみんななんか38ぐらいのところでいろいろなんかね、なんかキュッとしてるかもしれないね、うんうん、もしかしたらね。いやまだ残るこっちは、どうなるかちょっと注目でございます。ということでした、 J1、J2、J3 の赤く順位表でございました。なんかちょっとあれですね、テレビでもやってますし、ダゾーンでも特集してますけど、バスケのね、うん、バスケのワールドカップも始まるんですね。25日が初戦ドイツ戦ですね。ドイツ戦、うん、またここも初戦ドイツみたいなね。ドイツ、スペインでしょ、あと当たるのか。ドイツとスペインと、あともう一個と、ザンビアかね、コスタリカか、どっちかですか。なんかドイツがフィンランドとか強いんでしょ。そうなんだよ ね、いやー頑張っていただきたいですけどもね。ムシアラみたいなやついいんでしょ、 NBA でなんかポイントガードをやってる若いやつがいるって言ってましたよ。いや、すげえな。サッシャさんが言ってました。サッシャさん来てくんねえかな。サッシャさんがこのくだりなんだろう、このくだり。ね、沖縄でやるということね。え、いや、NBA の選手とか見れるわけでしょう。そうだね、オーストラリアがめっちゃ強いんですってね。あらしいね、オーストラリア
はみんな NBA の選手なんだって。うわ、世界ランキングもドイツより高いんだって。そのオーストラリアがいるから死の組って言われてんだって。日本の組は日本、オーストラリア、ドイツ、あとフィンランド。フィンランド、まあサッカーだったらもう全部楽勝なんですけどね。調子乗ってますか？私調子乗ってますか？サッカー、そこだけサッカーにしてくんですかね？ちょっとね。どうですか？まあね、ドイツ戦それこそまた来月にもとかありますかね？9月9日にサッカーだったらね。そうですよ。はい、その前にちょっとぶちかましてくださいよ、それ沖縄でね。いやー、俺もね、バスケのね、ワールドカップちょっと緊張してるんですよ。緊張している。じゃあ、俺あんまり正直、うん、B リーグそこまでは見てなかったってのはあるんですけど、うん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 、俺ね、高校年代ずっと見てたから、ウィンターカップ好きだって言ってた時期ありましたですよね。だからこう、見てた子たちが多いんですよ。おえー、なんか大学行ってる子とかいるんでしょ、アメリカのね。あ、いますね。そうなんだけど、やっぱね、こうね、副大王、これとか、そういうとこ出身が多いからね、やっぱりね。そうですか、ちょっとそう、応援していきましょうよ、これね。応援していきましょう。あと、お医者さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、浦和との対戦、頑張ろう、湘南の話ですね。うんうん、そして、他サポーターの皆様、三月選手へのコメント、ありがとうございましたといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、おいちゃん。ね。ねえ、はい、ということでございます。ありました、ありがとうございました。ゴミスはいつ頃スタメンに来ますかってトモピーさん、これ再三聞いていただいてると思うんですけど、まだじゃない、ね、まだまだてか、うん、なんなら ACL 初戦でやっとぐらいな感じじゃないですかね。ああ、そうですか。こないだやっと合流したぐらいなんで、で、あと今、そうで、湿気に慣れていただかないと、ね。そう。で、本人からも出たんですよ。まだ時間かかると思うけどさ、みたいな。なんで？そう、あ、そうなの？うん、でもなんか言ってたんで。あっちーし。まだお箸の持ち方をね、もういまいち覚えないといけないからね。で、銀座と、ね、いろいろ買ってない、秋葉原と。なんでショッピング先なんだよ、さっきから。天ぷら、芸者、富士山、全部行ってからしか出れないから。富士山行ってくんの？もう少しだけど、多分登山の期限。富士急の方のね、乗りたい方。息が合ってきましたね、我々もね、もう 5年目を迎えますとね。ありがとうございます、本当に。はい、うん、いや嬉しいですね。はい、ということでございました。ありがとうございました。近々いろいろまたね、ゲストもお呼びしていろいろやっていきたいと思っておりますので、うん、はい、一つよろしくお願いいたします。来週は、今週か、うん、ACL プレーオフがあるしか。そうですね。ねっていうか、うん、本当はね、今日本当はゲスト呼ぼうかなって思ってたんですけど、はい、あれだったんですよ。もともと、ほら、ワールドカップ、女子ワールドカップで優勝した場合だったら、うん、今日、渡るさんがゲストの予定だったの。ああ、はいはいはい。優勝しても渡るかいな。そう、もちろんそうだ。したら、佐々木則夫さんぐらいお呼びしたいですけど、ね。いや、渡るさんのここまでの貢献度。とやっぱり俺呼びたい人いますけどね、優勝した場合は。ああ、どうなったんですか。サッシャさんをね。いや、サッシャさんを逆になったやつね。なんでサッシャさんなんですか、だからね。いや、自転車の話とかもしたんですけど、ロードレースとかのね。そうそう、確かにね。そうですね、確かに。とか、あとほら、遺跡がもっと、なんか起こり、最後の最後もっと起こるかなとかってこともあって。ああ、そうか。なんかそれまとめようかなと思ったら、その前に動画でちょっと出しちゃったってところもあって、だからまあちょっと急すぎるからちょっとやめたってのはあったんですけど、なるほど。まあだからまた次ね、来週あたり、うん、来週再来週あたりにまた新しくというか、またゲストの方やめたらなと思ってます。川澄さんも出てくんないですかね。ねえ、ね、まあちょっと試合始まっちゃうってのもちょっとでかいかもしれないですね、うん、なんかそっくりさんとかいないですかね、からすみさんとか。からすみでーすってねえ、これ熊の筆でーす、こちょこちょこちょーみたいな、からすみでーす。やめろ。雑に使うんだ、雑に使うなっつって、からすみでーすっつってね。そっ、いや聞きたいけどね。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで今日もたくさんのコメントありがとうございました。明日からも動画をお楽しみにしていただけると嬉しいですね。30日はメンバーシップライブもございます。メンバーシップライブやりますので、よろしくお願いいたします。よろしくね、ということで、またいろんな新企画も考えております。ミルアカでございますので、ご期待くださいね。またお、ほなほなほーなー、ボブほーなー、ありがとうございました。何も出てこなかった。終われないんじゃない、これ一回戻りました。終わります。終わって言ってよ。終わります。終わらないじゃん、これ一回戻りました。終わります。終わってくれよ。高評価ボタンも押しといてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。くんない。